ていうのは確率論なんですね。まあでも本当難しい選択ですよ。当たってませんけどね。究極の選択ですね、はい、まだ右打席で来日ヒットがありません。先ほどは初球、そのボールをきっちり見極めた。ファーストストライクはほぼ真ん中です。今のは投げミスっぽいね。ちょっと中に入ってきた球でしたけどもね。時差もなくなった。コンディションは非常にいい。自分に必要な野球道具をお気に入りも揃いつつある。準備は整っているはずだというセペダです。このボールに手が出ました。水野さん、いやね、その前のストレートからこのチェンジアップだと本当腕の振りがいいんで振らされてますよね。水野さんから見てもストレートの腕の振りと変化はないですか？ないですね。それだけ振っている。これが唐島の今シーズンの心がけです、はい、追い込まれたセペラです。もうまっすぐ行く必要がないですよね。まあ高めのボール球でいいでしょうけど、まあチェンジアップで十分だと思いますね。バッテリーが見ました。ここは見た。そしてボックスの中にバットで線を引き直しました。どこまであれの球を我慢できるか、はい、今ここは我慢しましたね。十分に今日の唐島の傾向は分かっているでしょう。まああれで三球三振だとやっぱもうセペダもちょっと苦しくなりますからね。さあ2アウトでも内海はピッチング練習は始めていません。まあ、さっき井端で逆追でインサイドのストレートをやられてますから、はい、まあ、バッテリーもちょっと本当行きたいでしょうけど行きづらいですよ ね。最後までチェンジアップを投げ切れるかどうか、セペダがその球に対応できるかどうかだと思うんですけどね。十分に頭あるでしょう。ただまた先ほどの井端のようにストレートで裏をかいていくんでしょうか、いやバッテリー迷いが行きましたね、うん、いやこれは行った方がいいですよ。水野さん、さっき裏をかいたつもりが打たれている。そうですね。ですからまあ当然あの2人の中でも食い違ってどっち行こうかみたいな、ね、もうピッチャーが悔いのない球行こうっていうことで、はい、今相談しに行ってるんだと思うんですけどね。言葉で確認しました。宇都宮は2アウトですが立ち上がって準備はしません。ベンチに座ったまま、その視線の先にはバッターボックスのセペダです。バッテリーの気持ち一つに選択絞りました。セベダもこういうところで打ってチームの信頼というのをね得ないといけないでしょうからね。内かそれとも外のチェンジアップか。打ち上げた。この当たりは伸びていく。なおも伸びてセペダの打球はスタンドに吸い込まれていった。とてつもなく大きな当たりが出た。宇都宮哲也への強力な追い風、何よりもキューバの至宝のプライドが輝きを見せました。瞬く間に4点も追加、グランドスラム。勝負を挑まれ、塁を埋められ、その前で坂本が歩き、その中で右バッターボックスで放った最初のヒットは日本で、宇都宮への強力なグランドスラム。水野さん、はい、バッテリーは勝負を挑んできましたね。あいや勝負でしょうかね。まあ、チェンジアップ投げ切るべきじゃないかと思いましたけど、まあ、2人井端の対決、また続いてこのセペダ対唐島、ここも水野さん、
最後まっすぐできました ね、 いいですね、まあ、東京ドームだからということはありますね。これはコボスター宮城、はい、レストもレフトフライで球場のサイズの違い で、 そうですね、うん、まあ、でもこれはセペダを褒めるしかないですよ。いや、そうですね、この場面で勝負挑まれて、やっぱ打つ打たないというのはもう今後4番を任せられるかどうか、あの打ってなかったら次次戦からの4番というのはなかったかもしれないですね。可能性はありますね、はい、昨日の試合後原監督は報道陣に聞かれて、本人もセペダいろいろ考えているところはあるだろう、ただこれも乗り越えていかなきゃいけないんだと。やっぱりこう、こういう大事なところで打てる打てないっていう、こう打って信頼感を、チームからの信頼感をね、得ていくわけですからね、はい、やっぱり